俳句はね、難しいんですよ、作るの。短編を一つ書くのと俳句を一つ作るのって同じくらい大変です、私にとっては。もちろん書く時間はね、違うんですよ。長さが全然違うから。でもなんか、俳句って何でしょうね。なんか、見えてることを表現してるのに、見えないところまで表現できる。そういう器かなっていうふうに思います。全部言えないんですよね、俳句は短いから。だけど私、俳句始めた時に俳句のことはあんまり知らなかったんですよ。なんか面白そうだから参加してみようかなって思って句会に参加したら、読むとわからない言葉があってもなんだかわかるっていうのは、多分その自分の中で書かれていないことを補足するんですよね。で、補足したくなるんですよ、書いてないと。かえって、それが俳句の面白さだなって思います。だからいろいろな国の方々がやっぱり短い詩を書く、俳句っていう詩を書いているとすると、多分その私はそれを読んですぐにはわからないかもしれないけど、こうかしら、この俳句はこういうことを言ってるのかしらっていうのを必ず考えたくなる。だから俳句っていうのはもう日本の固有の詩であるっていうふうに最初は思っていたんですけど、むしろ小説よりももっとどの国の方も作るし、読むし、作れるし、読めるしっていう、そういうものかなと思います。つまりあんまりこう定義できない、説明できないからこそ、それぞれの自分の心の中にあるその風景との共通点もかえって多くなるような気がしますね。それちょうど私、小説家としてデビューした頃に俳句を始めたんですよ。ですからそのデビューする前、俳句始める前のものってもっと説明的なものを書いてた気がするんですね。ですけれども、そうじゃなくて、そこまで言わなくてもみんな読んでくれるんだよ、読者っていうのはすごいんだっていうことが俳句をやって分かったですよね。やっぱり自分の言葉をが出てくるまで考え尽くすことのできる作者か、そしてその自分の言葉を語る自分の声を持っている作者か、その2つが私にとっては大きいですね。私が書いた小説はちょっと自分ではわからないんですけど、自分が好んで読む小説はみんなそういう小説ですね。まさにこの2人は、私が今言った自分の常識が揺さぶられるというか、自分が揺さぶられる作品をいつも書いていらっしゃる方々で、田和田さんは、私、学生時代に小説書いてしばらく10年ぐらいずっと書いてなかったんですよ。で、小説っていうのは一種商業的なところもありまして、プロになるためには、どこかの出版社が受け入れてくれないといけないんですけど、私の書く小説ってきっとどこも受け入れてくれないだろうなってずっと思ってたんです、日本の他の小説を読んで。ところが田和田さんが芥川賞を取った「犬猫入り」っていう小説がありまして、それを読んで初めて、あ、自分の小説ももしかすると今ならば出版社が受け入れて出版してくれるかもしれないって初めて思えたんですよ。っていうことは、そのやっぱりそのそれまでの小説が全部そうだとは言わないんですけど、すごく好きな小説もたくさんあるんですよ。安部公房の小説ですとか、倉橋由美子とか、いろんな好きな日本の作家いるんですけれども、でももっと何か、それこそ境界が曖昧と言いましょうか、先入観なく書いているというか、そういう小説だったんですよね、私にとって犬猫入りが。ですから田和田さんの小説、それからずっと愛読してます。それから村田沙耶香さんもやはり同じで、彼女こそがものを疑う人で、男と女が2人だけで見つめ合って恋愛するというのは本当だろうかって疑って、3人で恋愛をする世界を書いたり、それは野放図な恋愛という意味ではなくて、3人とか今の、1対1っていう
関係性じゃないもので、非常に切実なものを仮定して書いてみたり、まあ本当に今ある社会通念とかそういうものを最初から丁寧に疑って、でおかしいと思ったらそれはなぜだろうって思って書いていらっしゃる2人なんじゃないかなっていうふうに思う。で通念を疑うっていうことは今世界で分断っていうことが非常に大きい問題になってますけど、分断っていうのはまあ一口では言えないんですけど、ある囲いがあって自分の囲いと向こうの囲いは違うものだっていうふうに思い込んでるところから出てくるものだと思うんですよ。でもその囲い自体をまずは疑ってみないと分断っていうのは決してなくならないと思う。でその疑ってみてそれはなんか違うんじゃないかなって実感できて初めて向こうのことが理解はできないかもしれないけど見えてくる。まずは見えないとダメで、その囲い自体があると見えないんですよね。その囲いを見えないものとして向こうを見ようとしているのが田和田さん、それから村田さんっていう2人だと思いますし、自分もそういう作家でありたいなっていうふうに思います。私の好きな、まあ、男の人もそうですね、作家ってユーモアのある人が多いですね。非常に切実な真面目なことを書いていても何かどこかユーモアがある、それは多分ね、なんかほら小説書いてる時にその世界に浸り切っちゃうとユーモアって出てこないんですよ。書きながらも自分の小説を疑うっていうか突っ込むっていうんでしょうかね、それをしてる作家はおのずとユーモアがにじみ出てくるんですよ。それはもう、まあ、本当女性だけに限らず、それから日本だけではなくもちろん外国の作家全部含めて、たくさん読みます。そうですか、大好きです。それは漫画のジャンルもあまり問わず。そうですね、面白いと言われれば買ってみて読んでみたりします。あ、そうですか。私は谷口二郎さん大好きなのでお願いしたんです、っていうか先生のカバンが出た時に漫画家の話がたくさん来たんですけど、なんていうか日本には少女漫画と少年漫画とか青年漫画っていう割と男女向け の雑誌が女の人向け男の人向けっていうのがあって、出口が決まってた。そうなんですよね。書いている作家さんたちはあんまり意識してないかもしれないんですけど、まあ、商業的なものですからどうしてもこの女性を意識したものにするとかそういうのがありまして、いくつかで、そうするとその女性向けの先生のカバンっていう漫画は嫌だなと思ったんですよ。だから男性向けのも嫌だなと思ったんですけど、谷口二郎さんはなんかそこから離れている作家だなってずっといつも感じていて、でもし毎日漫画家の機会があるなら谷口さんがいいなって、全然そんなご縁もない頃からぽーっと思っていましたら、たまたま谷口二郎さんと縁のある編集者の方が漫画家の意思はありますかって聞いてくださったんで、まさかって思いながら谷口二郎さんになら漫画家していただきたいですって言ったら実現してしまったという、そういうものでした。それは幸せな出会いですか。本当に幸せでしたね、で、あと思うのは私の考える先生のカバンの自分の小説のイメージと全然違うものにしてほしかったんです。私映画化もたまにされるんですけど、そのまま原作のそのままじゃつまらないじゃないですか。だって映画監督なり漫画家なりその作家の中を通して出てきたものですから、私の先生のカバンとは違うものにしてほしいんですよね。その意味で谷口二郎さんも全だいぶ違うけれども、それは先生のカバン、谷口二郎さんの先生のカバンになる。そうね、わからないです。やっぱり言葉にできちゃうことは。ただ今書いているものがありまして、主人公中に出てくる年代が私の世代、私今63歳なんですけれども、60代の人間
たちが出てくる小説書いてる、あんまりこれないんですよね。割と小説って若い人が主人公のこともありますし、まあ、30代40代もありますけれども、ほとんど全員が60代っていう小説は結構珍しくて、でも別に60代だろうが70代だろうが90代だろうが人間はまあ人間であってっていうようなことを書きたいなと思って、まあ、60代社会的イメージと違う60代の小説を今書いています。そうですね、小説面白いです。でも私は日本語で書いているので、多分私の小説が届くのはデンマークではメッテさんが訳してくださるから。で、不思議なんですけどね、翻訳者は私よりも私の小説のことを知ってるんですよ。よく私はその筆の赴くままに書いていますけど、翻訳者は全部を何回も何回も読んで、ですから本当にこうやってこの日本ではない日本語ではない言葉で読んでくださる方と会った時に思うのは、翻訳者の方がすごいなっていうことです。で、ですから仲介者ね、仲介してくれるものの存在ってすごいと思うんですよ。さっき言ったこういう分断っていうのは、このグループとこのグループの間に境があるっていうことですけど、仲介をしてくれる人はその境を取ってくれる人で、そこのに道を作ってくれる人だから、翻訳者のメッテさんに今日は感謝して終わりたいと思います。ありがとうございました。